はい、どうも、ルーでーす。セブンナイツやっていきたいと思います。はい、レヴィン・レイブを監督していろいろ試行錯誤していて、今、この陣形で勝負することになりました。で、ペットのメルパルも完成したんですけど、まだちょっと、上げていくのに時間かかるんですが、導入したいと思います。さあ、5戦。行ってみましょう。と、どうしてもね、ちょっと目立ってるのが、スクルドの命中じゃない、スクルドの脆さがちょっと目立ってきてる感じですね。どうしてたまるか、どうしてたまるか。賢き者が勝つことは。ね、日輪に装備を変えたんで、これで日輪がスクルド、ミスト、レギンレイブ、ジェラードと日輪だけで4セット集めることができたんで、まあこれで新しい神話セット装備が出てくるまでは、まあ敏将に対する派遣は逃げれると思うんでね。こういうミラー的なパーティーだったら、混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。撃たれた。私たちの絶望が一筋の光に。いや、上スキルだったな。ちょっとね、スクルドじゃない、スルト倒したかったね。ここまでなのね。どうして、たまるか。ここまでなのね。向き合うがいい、己の心の恐怖とな。ちょっと復活装置差しに打たれちゃったから、結構しんどいね。たまるか、それは失敗か。問答無用、穴だらけにしてやる。どうしてたまるか、どうしてたまるか。頭がもうしんどいな、これ相手のレギンレイムも倒せない。どうしてたまるか。ここまでなのね。下がる。しゃ、全てをぶち壊す。ただお相手さんはスクルドがいないので、ワンチャンあるかな。危ねえ。対戦ありがとうございました。ギリですな。ここのなんていうのかな、レギンレイブが5がいいのか、それともやっぱりジェラード4がいいのか、すごい悩みどこなんですよね。2バックにしたことによって、あの 80% が2人になったんで、スキルのね、打つ打たないっていうのも結構見えてきた。光の道が。ナイス。いいね、ジェラードの攻撃でスクルド倒せるのはでかい。ここまでなのね。問答無用、穴だらけにしてやる。終わりか。どうしてたまるか、どうしてたまるか。目標。今度はレギンレイブが全く動かない。だからアンバランスだよな。どうして
私たちの絶望。やっぱ 5% に抑えるでかいよな。どうして止まるか。問答無用。穴だらけにしてやる。ここまでなのね。どうして止まるか。どうして止まるか。頭が。問答無用。メルパルの祝福を上げればもっと火力出るからな。どうしてたまるか。ここまでなのね。スクルド、行きます。平和の力を。私たちの絶望が一筋の光に。どうして。これきつくね。平和の力を。これ負けたんじゃね。目標殲滅。希望とは絶望の中から開花するのです。どうしてたまるか。うわ負けた。取り戻しましょう。強い。やべ、レギネーブ強い。俺の全てをかけて助け出す。なんか俺のレギネーブは何だったんだっていうようなレベルだよ。通さない。出たー、ロージーパーティー。もうほんと苦手。目標殲滅。スラッシュ。炎の槍を通さない。このねえ、ファイに覚醒ゼロにされたりするのがかなり辛い。向き合うがいい。己の心の恐怖とな。スラッシュ。炎の槍を。光の女神の名において悪に染まった者たちを正しき道へ。いや、目標としてはこのパーティーをたと五分、せめて五分五分になりたいよね。私たちの絶望が一筋の光に。勝利のために。今いないからな、シールドを消すやつ。作戦は失敗か。私が行くぞ。やっぱ若干ミストが足手まといになってんのかな。目標殲滅。スラッシュ。炎の槍を。通さない。地獄の亡者たちを深淵の果てへ導きましょう。この地味にこの防御無視が痛いんだよな。一歩で女神のために。賢き者が勝つことは自然の摂理。頭がつらくて。炎の槍を。作戦通りです。得たスキルも効果きた。ここまでなのね。通さない。向き合うがいい。己の心の恐怖とな。めんどくさいな。失敗発狂はするし、呪いはかけられるし。私たちの絶望が一筋の光に。ダメだ、今回は誰も倒せなそうだ。失敗か。どうして。頭
やーきつい。なんでこれでね、通さない、貫け炎の槍よ。全然 HP 削れてねえよ。目標殲滅、貫け炎の槍よ。わあ、消された、覚醒消された。反撃ファイがすごい厄介。問答無用、穴だらけにしてやる。すまない、俺様の如意棒は容赦しないぜ。で、悟空の反射ね。ミストがいなくなると悟空の反射がもろに刺さる。全然いいとこないな。この方法はどうかな。止められない。だまあ今やっぱりね、上位で流行ってんのはこういう感じか。やっぱミストが若干足手まといなのかもしれないね。私たちの絶望が、ここはスルトに変えるか。問答無用、穴だらけにしてやる。どうしてたまるか。ここまでなのね。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。これいいよね、出撃、出撃付きだから。作戦は失敗か。ここまでなのね。賢き者が勝つことは自然の摂理。どうしてたまるか。希望とは絶望の中から開花するのです。作戦は失敗か。たまるか。眠れ。なんか俺のレギンレイブ大活躍中ですね。よし、切った。こっちはない、穴だらけにしてやる。相手だった。作戦は失敗か。どうしてたまるか。どうしてたまるか。見えてきた光の道が。作戦は失敗か。まあとりあえずね。たまるか。どうしてたまるか。ない。オッケー、さすがに勝てただろう。全てをぶち壊す。運命じゃないのに。どうしてたまるか。頭が。よし、ありがとうございます。この世界に秩序を取り戻しましょう。終わりか。これで2勝2敗。これが俺の使命か。ただもう一周しないと戻れないな。私の秘策を使うまでもないな。どうしてたまるか。どうしてたまるか。先手取られた。なんで。目標殲滅。どうしてたまるか。どうしてたまるか。向き合うがいい。己の心の。なんで捕らえちゃったな、聖帝。どうして。たまるか。それは失敗か。見えてきた光の道が。どうして。
たまるか。どうして。たまるか。ここまでなのね。楽しまないと。なんで先生取られたんだろう。絶望がね。運命じゃない。あれ、俺運5だよね。作戦は失敗か。どうして。たまるか。作戦は失敗か。マジかボッコボコなんだけど。なんで？問答無用、穴だらけにしてやる。作戦は失敗だ。どうして？たまるか。どうして？たまるか。私が行くぞ。どうして？たまるか。霧の中に消えろ。見えてきた光の道が。頭が失敗か。どうして？たまるか。どうして？たまるか。下がれ。いやーきっつ。どうして？たまるか。目標殲滅。どうして？たまるか。どうして？たまるか。楽しまないと。すぐに迎えに来るから。絶望がね。どうして？たまるか。いいぞ。これでとりあえずスルト倒して、ダメだ、ジェラードはどうしても倒せない。2勝4敗か。きっつー。まあ次回やるときはメルパロの強化はもちろん、まあちょっとミスト外してスルト入れてみようかな。でも日輪足んないからな。あ、日輪はスルトが持ってる。あ、スルトじゃない、持ってるか。スルトにしてみようかな。俺の熱気はまだ冷めていない。味方の弱点ダメージアップとクリティカル率 50% 上昇。あ、でも反射免疫か。反射免疫って考えるとな、あのパーティーに対抗するには反射必須だからな。俺の熱気はまだ冷めていない。あ、持ってるわ。で、神話率上昇があるからな。次はちょっとスルトにしてみようかな。俺の熱気はまだ冷めていない。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。メルパロの第一段階を入れて、まあレギンレイブ5番がいいのか4番がいいのかまだちょっとよくわかんないけど、まあそこら辺いろいろ試して、また次の動画出したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ルーでした。お疲れ様です。